ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14、蒼天のイシュガルド編第6回を撮っていきたいと思います。さて、現在、アバラシア雲海まで来ております。せっかくの空ですが、あいにくの天気。ですね、メインクエストを進めていこうと思ったんですけど、バヌバヌ族をちょっと倒してね、みたいな。こっちにちょっとサブクエが出てるのに気づいたので、ちょっとギルドンさんのサブクエだけ受けていきますかね。で、レベル50クエスト、雲海の騎兵と届かぬ熱意。ローズハウスのギルドンは、冒険者の力を見込んで頼みたいことがあるようだ、受注。どうしたんだい、ギルドンさん。熱意。もしや、あなたがフォルタン家のご客人か？自分の名はギルドン。あなたの力を見込んでお願いしたいことがある。語尾何？この語尾何？統治ははっきり言ってしまえば左遷の地。兵の士気も相応に低く堕落切っている。栄光あるアインハルト家の騎兵がその素晴らしい力をただ腐らせるだけとは嘆かわしい。自分は兵の士気を上げ、この地を生まれ変わらせたいのだ。そこで自分は貧相な食事の改善を考えた。食事と士気には密接な関係があるとも言われている。つまりうまいものを食わせれば士気も上がるはずである。しかし自分が補給係のファブルレイ殿に改善を頼んでも一向に取り合ってくれないのだ。あなたから食事の重要性について説得願えまいか。歴戦の強者であるあなたの言葉なら彼も受け入れるはず。さあ頼んだである。ゴビどうした？なんかドンキホーテ感があるね。そうじょどうしよう、逆方向だな。いや、一回メインクエストを進めるかな。どうせ多分あっちは戻ってくるので、もうどうあがいてもメインクエスト進めようか。ちょっと方向が分かれちゃったし、ちょっとこの網に乗ってくの怖いよね。問題はよいしょ、問題はね、あんまり今強くないからさ、このね、バヌバヌさんとやらが出てきた時に死ぬ恐れあり。このね、この一匹だけのこの子たちでもガストルミス軍でも超苦戦してる。この指定地点チェックしていこうか。現れたら飛ばすね。現れない可能性もあるはず。あー、現れた。え、これがバヌバヌ。いや、違うのかな。今のがやっぱバヌバヌ族さんなんだね。名前が別にバヌバヌしてなかったから未開の土地に足を踏み入れた。大丈夫か。なんか植物っ
ぽくないね、これ。この子もちょっと危ない。ちょっと防御弱いよね、絶対。だってこれで今現状さ、ナイトなんだよ。さあ、じゃあ指定地点を確認。他の敵が現れるのに早く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 。あ、よかった。そしてもう飛べないんだよな、ここ。まあしょうがないんですけど。指定地点。こっちから行けば余計な戦闘しなくて済む。どうだ。もうちょい。オッケー。それでまた戻って報告だね。こういう時はですね、もうよく使う手なんですけども、よく使う手なんですけど、そうですね、スニークのついた他のジョブで行くっていうね。ここマウント速度も上げてないからね、結構ゆっくりだね。なんだろうな、せっかく雲海に来たのにね、風景があんま良くないっていう。天気が悪いから。せっかくお散歩楽しめそうだったのにな。なんか端っこに行っても多分落ちないとは思うんだけどね、結構怖いよね。というわけで、バヌバヌ族さんが現れたので、討伐とかしてきましたけども。報告上だっけ？よしよし。ここまで来れば大丈夫かな。ジョブを戻しますかね。よし、じゃあマリエルさんに報告を。なんかこうずっと眺めてていいね。ご苦労様でした、シャンメイさん。バヌバヌ族は現れましたか？いました。なるほど。これで少しは警戒を強めないと。でもその様子では遅れを取ることはなかったようですね。心強い助っ人が来てくれて本当に良かったです。あ、よかった。でもアイエルは120以上ないといらないお金。さあ次のメインクエ、またマリエルさんですね。じゃあレベル50クエスト、マリエルの憂鬱。
ローズハウスのマリエドは頼れる冒険者に相談があるようだ。はい、僕が頼れる冒険者です、受注。ところでシャンメイさんも気づいているのではありませんか？私たちの部隊の士気が低いことに。ここクラウドトップは僻地中の僻地です。これまで一度もドラゴン族が現れたことはありませんから、武勲の盾用もありません。自慢のプロテクトゥール号も故障してばかりで、コートが襲われようともまともに戦えないでしょう。つまりここは左遷の地なんです。教皇庁からは戦果を期待されていませんし、出世の望みもないとあって兵のやる気は下がる一方。シャンメイさん、どうか見張りに立っている兵たちを見守り、見回り、サボっているようなら喝を入れてくれませんか？うん、妹だね。割とちょっとあれかな、お使いが多いのかな、ここ。じゃあ見張りの、待ってよ、待つ、危なっ。こっちじゃないな、一回降りないとね。じゃあそばの、ん？新しい杭がある。開けちゃうか。バラキ兵団の従軍調理師さん、レベル50クエスト、ほっかほかのお弁当。あ、なんか食べ物ちゃんとあるじゃないか。ローズハウスのバラキ兵団の従軍調理師は辛そうに弁当を見ている。ちゅ、どうなさいました？おや、あんたは手伝ってくれるのかい？おばちゃん、ここの騎兵さんたちの食事を作ってるんだけど、キャンプを歩き回るのもこの年になると厳しくてね。でもみんなに楽しみにして、みんな楽しみにしてくれてるのに、冷え切った食事でがっかりはさせられないでしょ。できるだけ早く届けてあげたいの。あんた、おばちゃんの代わりに配ってきてはくれないかい？そこの出来たての弁当を3人に届けてほしいのさ。大したものはないけれど、ちゃんとお礼もつてよ。おう、ご婦人、私が行ってきましょう。この出来たての弁当を持って。これ時間とか制限ある？大丈夫？じゃあとりあえずアインハルト家の騎兵さん、これメインクエストの方だよ、カツを。ほら、眠くて仕方ないよ。誰かにカツを入れてられないと眠っちゃうかも。もうちょっと重なっちゃったね、体が。というわけで妹ですね。あ、カツを入れる、カツを入れる、頑張れ。うわ、何事だ、なんだよ、もうびっくりするじゃんか。でもまあ、おかげで眠気も覚めたよ。交代の時間まで、まだあるし、少しは気合を入れないとね。お、頑張ってくれ。ちょっとは、こう、気合が入ってくれたかな。それはともかくとして、お弁当を。ラーニエットさん。ジェリーフィッシュとの弁当など持って、どうしたというのだ？温かいお弁当だよ。私の食事を持ってきてくれたと。貴公にそのような雑務を任せるなど、申し訳ない。彼女の仕事ぶりには感謝しているが、しっかり言い含めねば。いいんですよ、お弁当上かなとは。いや、でもさっき上置いてきたよね。あれだ、意外とここ分かりにくいぞ。上かな、
パッと見でも間違いなくないだね。ここ？ん？これ違うクエだもんね。間違いなくこの中にお弁当のクエがあるはずなんだが。一回乗ろう。上かな、やっぱり。あ、そうかそうか。お弁当で別のクエが発生したから、マリエさん。あら、何かご用ですか？お弁当です。これは、おば様の、ありがとうございます。いつも感謝していると、お伝えください。うん、嬉しいよね、お弁当作ってもらえるのってね。ついつい感謝の言葉ってね、忘れちゃうよね、なんか。こういつもだと。でもたまには言うといいよね、ギルドンさん。うん？何か用であるか？お弁当だよ。これはおばちゃんの弁当。少ない配給の素材の中から工夫を凝らした一品。うまくはありませんが、愛のある食事である。うまくはないんだ、なんてことだ。でもまあ、材料が限られてるとなるとね、なかなか難しいんだろうね。問題はだ。このね、ここの手前の敵がとても嫌なんだけど。とりあえずお弁当の報告しようか。全部届けてくれたんだね、ありがとう。結構歩き回ったでしょ。雲海はコートより空気が薄いからすぐに疲れちゃうのよね。でもまあ、そうかい。みんな喜んでいてくれたんだね。そりゃ何よりってものだよ。ふふふ、こりゃ年だからと休んでられないじゃないか。そろそろ体力的にも引退しようかと思ってたんだけど、もうちょっと頑張ってみようかしらね。いやすごい今ほのぼのさせられたな。いいね。キノコのキャベツ巻き、なんか納品だった気がする。キノコのキャベツ巻き、ギルドリーブだった。問題はね、あそこどうやって行くの。ここマリコン、マリコンっぽいな。多分下で、ああ。こっちかな。あ、やっぱり遠くからとね、クエストマークが見えないんだよね。オノロワさん、エマネラン様、見張りは僕がしておきますから、絶対にフラフラで歩かないでくださいね。エマネランさん、この人絵になるね。なんだ、シャンメイか。俺様のために手柄を立ててくれたのか。まだなら、とっとと頼むぜ。俺も暇じゃないんだ。え？どういうこっちゃ？こいつも勝つを入れていい。頑張れー。なんだ？何事だ？敵襲なのか？あ、うん、分かってた。敵なんて来てないこと。あのさ、思うんだよね。俺、やっぱ見張り向いてないわ。こういう地味なの、俺に似合わないんだよね。お前が喝を入れてくれたおかげで気づかされたよ。
やっぱラニエットに頼んでくることにするわ。俺向きの派手な任務ってやつをくれってさ。大丈夫か、派手な任務って。もう事故の予感しかしないが。なんだろうね、フラグってやつか。派手な大変なことが起こりそうな予感がしますね。あとはもう一人カツを入れねばならんのか。この辺にいらっしゃる。まだついてきてる。あ、切れたかな。大丈夫そう。よし、じゃあアインハルト家の騎兵さん。なんだい、そんなに身構えちゃってさ。僕にカツを入れようとでも言うのかい。頑張れなんだい、やぶから棒に。僕は真面目に巡回中さ。だって最前線に送られたくないからね。左遷の地で大いに結構、出世よりも身の安全が大切なのさ。難しいね、こういうのはね。さあ、というわけで一回報告に行ってこようかな。というわけで、殴られながらも、ちょっと待ってよ。ここやりづらい。さすがにここまで追ってくる、来てよお前。じゃあマリエルさんに報告を。ありがとうございます。歴戦のシャンメイさんの勝つ、きっと兵たちの心に響いたはずですよ。エマネラン様には逆効果だった。そういうこともありますよね。あはは。そう、続きもマリエルさんですね。でレベル50クエスト、湧き水のクリスタル。ローズハウスのマリエルは心配そうな様子だ。受注。湧き水？エマネラン様が派手な任務をお求めですか。きっとラニエと隊長がお困りになられているでしょう。お手数ですが、ラニエと隊長のところに行って様子を見てきていただけませんか。私の方のお手伝いはもう結構ですから。そっか、意外と彼は問題児として認識されてんのかな、みんなに。となるとなかなか大変ですね。エマネラさん、困らせてないですか、彼女を。なあなあ、俺の華麗な剣さばき見たいだろ。ラニエットがどうしてもって言うなら、パヌパヌの村一つ潰してきたっていいんだぜ。オノロはそう。ああ、僕はどうしたら。この流れ、ものすごく悪い予感がするんです。はい。僕も悪い予感がします。じゃあ、ラニエットさん。ああ、ジェリーフィッシュ殿、いいところに。エマデランが派手な任務をよこせと押しかけてきて。何？貴公がカツを入れたのが原因だと？やれやれ、仕方あるまい。適当な任務でもさせてなだめるとするか。貴公も手伝ってくれるか。はい。この地では水を確保することが第一に求められる。浮島の大地に穴を掘ったところで井戸は作れんからな。だが湧き水のクリスタルがあればそれが叶う。北東のバールシアンシランにある湧き水のクリスタルには水を湧き出させる力があるのだ。エマネランを連れてこれを採取してきてもらいたい。バヌバヌ族の支配地域に近い場所なので気をつけてな。貴公にバカの子守をさせるのは忍びないが、どうかよろしく頼む。まあ頑張ろうぜ、エマネラン君。なになに、
ラニエットからの任務だって。だからなんでお前からの伝言なんだよ。で、何をしろっての。1、水源の確保という重要任務だ。 B、 水源地の確保に行くからついてこい。 C、 答えない。重要任務だ。え、マジで重要任務？やっぱ俺様信頼されてんだな。よし、早速出発しようぜ。大丈夫かな。結構敵地に近いんだよね。また反対方向になった。これどうしようか。一回行ってくる？一回ちょっとワープしようか。もうメインエーデンとこだから。じゃあなんか熱意と届かぬどの子のところのメインエーデンまでワープです。さて、クラウドトップメインエーテ付近のところまでやってまいりました。ではパブロルエさんにサブクエの報告というか続きを。あ、食事の素晴らしさだって。お前さん、ギルドのやつに吹き込まれたの？引く手で物資を輸送するのは金がかかるんだ。生鮮食品をその都度運んでいたんじゃいくら金があっても足りないぞ。まずい保存食が嫌なら自分で食料を調達してくれ。目橋の効くやつはとっくにそうしている。大飯ぐらいのギルドンのことだ。どうせ配給の飯じゃ足りず小腹が減っているだけだろうよ。だが貴重な備蓄を分け与えるわけにはいかなくてね。悪いんだがクラウドトップに生えているクラウドマッシュルームを取ってギルドンに渡してくれないか。それであいつもおとなしくなるはずさ。今回ここまでにしとこうかな。マッシュルームはこの辺？ここ？あ、それっぽいね。で、クリスタはさらに先か。あ、やっぱり先にこのクエ受けといてよかったね。というわけで今回はここまでにしますかね。では、第6回ご覧いただきありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。では、失礼します。